は、こんばんは。梅チャンネルの梅です。今日もよろしくお願いします。今日は申し訳ございません、不甲斐ないです。ゆしゃん、やめますちょっとね、京都行く前から医者を再開してまして、それで京都行く前あたりからかな、私もともと油症っていうのは気持ち悪いけど、なんでちょっと髪の毛こうベタつくなと思ってたんですけど、だんだん日に日にこう洗ってたら手がにゅるっとするぐらい油っぽくなってきて、前まではね、もうちょっと寒かったからそんなにじゃなかったんやと思うんですけど、ほんで別にベタベタはしないんですね、私こんな髪の毛なんでね、普通に見た感じは普通なんですけど、洗ってる時こう触ってたらこう3センチぐらいのところら辺までがすごい油っぽい感じがして、こう手がにるっていうか油触った後みたいな感じになるのがすごい不快で、それで京都行って、まあ京都で帰ってきて洗いました、その日に。はい、やっぱり最初はね、泡立ちは悪かったですね。一応10日ぐらいやってたんかな。それでさっぱりしまして、その油っぽいのもあるけれども、なんていうのか、すごいもつれるようになったんですね。ちょっと伸びてきたのもあるんやと思うけど、私そんなにもつれる髪じゃないんですね。ただ今ねブリーチとかいっぱいしたんで、髪が傷んでるんで多分すごくもつれるんだと思うんですね。それで切れ毛とかもひどくて、それもありますね。私がそのブリーチしすぎたのがいかんねんけど、それで毎日じゃなくても週1日は洗う日とかぐらいやったら続けられるかもしれないですね。でもちょっと私、髪の毛が絡んで切れるのはちょっと気になるんで、当分はやっぱシャンプーするかな。シャンプーかトリートメントもしたいかな。ですね。ね、湯シャンは続けてない。肌断食は続けてます。でもこれもね、これからだんだん暖かくなってきたら、やっぱり私脂っぽいんで多分洗いたくなると思うんですね。だから私にはちょっと不向きやったかな。やっぱり乾燥肌の人の方が多分合うと思いますね。油シャンも肌断食も。私みたいに油っぽい系な肌やこう髪の毛、地肌はちょっと不快な感じがしましたね。ちょっと残念、楽ちんやったんで、それは残念なんですけど、これでも別に油シャンしてる人はあれ別に何のそれすごいいいんちゃうって思うし、私もまたそうですね、2日に1回とかになるかもしれないですしね。というかもう洗うの2日に1回でいっちゃうってぐらいになるかもしれませんね。油シャンもしなくなるかもしれませんね。あんまり家から出ない日もあるんで、結構かもしれませんただのズボラやねんけども、
そうですね、これはもう肌のためとかじゃなくてズボラですね、私の場合は。ということで、残念ですけど断念しました。申し訳ございませんでした。また何かいいものあったらやってみたいと、試してみたいと思います。ね、いろいろ挑戦していきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画まで、さようなら。最近散歩ばっかりでごめんね。誰も見てないけど。